どうも、本田だよ。実は私明日北海道から東京に日帰りでね、出かけることになりました。持ってく荷物をまだ作ってないので、これから準備するんですけど、もう何分ね、時間がないので、言い方が古いな、10分間を計って10分以内にパッキングを完了させようと思います。10分って結構短いけど、やってみます。というわけでレッツゴー。10分、タイマーセットする。10分長いかな、むしろできるか微妙なとこだよね。いきます、よーい、ドン、 OK、 スタート。よし、そう、まずはちょっとね、画面からいなくなることもあります。まず鍵、まずはね、鍵、家の鍵で、これがスイカです。スイカは普段ね、ここに札幌の市営地下鉄でしか使えないサピカってやつがあるので、それを抜いてここにスイカを入れます。スイカパッと使えるようにね、入れときます。 OK、 あとはね、モバイルバッテリー必要。ふリュック、とりあえずリュック、この黒いリュックね、このメリージェニーのリュックです。結構大容量のやつを用意しまして、パソコンはどうしよう、持っていこうかな。一応パソコン、ちょっとね、今日まだパソコン使うので、パソコンってことで、パソコンで持っていくものね、いろいろあるよ。お財布ですね。現金入ってないんだよね、今。あー、ボールペン、お財布、ボールペン、ティッシュがね、ここに何個か入ってます。ティッシュ、ミンティア、オペラのリップティントに、これがポール&ジョーのあのリップスティック、あのリップスティック、名刺入ってるね、名刺1枚しか入ってないんですよね、名刺入れ絶対、足りないな。あとこれが、多分カメラも持ってくので、これね、カメラここにつけてね、こうやって撮れるやつ。焦るよー。で、こうやって三脚にもできるやつ。前も紹介したよね。これ。あとは何？あ、メイク道具ね。メイク道具だ。あとリップ、あとカラコン装着薬。はい、なんか入れれるように巾着、これまとめれるように。カラコン取るやつ、ポーチにまとめなきゃ。メイク道具がいっぱいある。あと5分、ちょっと待って、全然準備できてない、ちょっと待って。はい、ちょっとね、靴を持ってかなきゃいけないんですよ。明日はちょっと用事があって、このめったに使わないこの黒い靴を、この結構使い込んである氷室京介さんのライブのあのナップサックに入れます。これね、新しかったらこれは使わないんだけど、これに入れます。はい、これ、ちょっと待って、何分、あと3分じゃん、ちょっと待って。でね、スーツも持ってかなきゃいけないので、ちょっと一旦こっちに置いときます。で、メイク道具をまとめなきゃいけない。ちょっと待って、メイク道具忘れちゃいけない。あとストッキング。あ、まだ暖かかった、危ない。靴下ね、こう畳んでね、これに入れておきましょうか。一応入れといて、アイロン、ヘアアイロン、ヘアアイロンはこのね、シュシュにこう包み込んでいただいて、こんな感じで、アイロン、これがね、ストッキングも入れたよ。やばい、あと2分だ、2分、ちょっと待って、ちょっと待って、ふるっとね、ポーチに入れなきゃいけないんだよね。ポーチがちっちゃいな。このポーチ、このなんだ、メリージェニーのノベルティのポーチに、ファンデーション、なんかキラキラの、あ、これいらないか、あ、いるか、ファンデーション、いらない、入れとこう。で、キャメイク、下地、マスカラ、サーサのやつ、アイシャドウ、
だってこれ、ほんとビューラー、映ってるかな、ビューラー。とミンティア、ミンティアはここのポケットに、リュックのポケットに入れちゃって、ボールペンも入れちゃって、ティッシュも入れちゃおう。お財布入れるじゃん。お財布入れた。でアイロンも入れちゃえ。なんかでっかく、お肉とか大丈夫かな。あ、筆。細かいところに使う筆と、あとあれなんかくま消するやつとかを入れて、わ、やっぱこのポーチ大きいな。オッケー、オッケーだよね。オッケーだよね。いらないね。いらないね。お化粧道具、OK、鍵は鍵はここで、これはカメラのやつ。おお、ちょっと待って、あ、あ、なっちゃった。もうなんでね、この音やだ。目覚ましの音だから、なんかもう起きたくないっていう気持ちになる。10分間でパッキングするのは無理でした。ごめんなさい。それじゃあバイ。ああ、めちゃくちゃ短いね、10分間って。ちょっとその続きやります。これパソコン入ってないけど、一応パソコンでしょ。あ、モバイルバッテリー入れた、靴下とか入れて、靴だね。ここにね、鏡と櫛、これを、でスーツ、これはね手持ちで持ってこうかな。一応これでね完成です。明日のお出かけ完了。でも私10分って結構あると思ってて、前にね3分間で制限を設けて、あのちっちゃいバッグ、お出かけ用のちっちゃいバッグでやってみたら、ちょっと時間が余ったから3倍以上あるからいけるかなって思ったんですけど、意外と時間かかっちゃいました。みんなが日帰りでね旅行に行くときは30分ぐらいね余裕を持ってパッキングしてくれたらと思います。そう、みんなそうするよね、するよね。というわけで最後まで見てくださってありがとうございました。明日行くときはね Vlog 撮りながらね行こうと思うので、楽しみにしててください。それじゃあまたね、行ってきます。